災害の頻発する日本においては、災害に遭った時何を失うかといえば、それは日常生活です。そして復興というのは、その日常生活に向かってもう一度取り戻す動きを復興と言います。その時に一番大切なことは何か。大きな災害で失われた日常の中には、ライフラインといわれる、いわゆる水とか電気とかガスとか、いわゆる日常の生活を支えるものが消えてしまいます。そうなった時に何が起きるか。まずご飯が食べられなくなる、ご飯が作れなくなるという、日常の中の一番大切な部分というのが失われてしまいます。さあ、いざという時に、子どもたちに大きな災害があった時に、ライフラインが途絶えた時に何を食べさせてあげればいいのか。それはなくても、火がなくても食べられる、本当にワンフィンガーですぐに食べられるものを準備しておくということが、とっさの時の、対応になってくるかと思います。それが、子どもたちにとってはおやつということになるかと思います。けれども、そのおやつもただのおやつではいけないと思うんですね。というのは、大きなストレスがかかった時には、ミネラルというものが非常に体の中から失われます。その中でどうして生き延びていくのか、今後に影響を与えずに、子どもたちがちゃんと体を作っていく日常生活をどれだけ担保することができるかというのが、私は第一歩はこの防災おやつだと思っております。だからね、防災おやつというのは、実は子どもの命を助ける、子どものもうこれからの将来まで考えた形のおやつであるべきだと思っているんです。子どもたちは脳が発展途上にあります。ということは、脳を作っていくその栄養が必ず必要なんですね。どんな時でも途切れることなく、その栄養を与えないと脳はどうなるか。それは脳が、いわば発達ができないだけではなくって、今まで発達してきたもの自体からも後ずさりしていってしまうということなんですね。ということは、コンスタントにずっと子どもの脳の栄養に必要な部分だけでも常に与えておかなければ、子どもが万が一そこを生き延びたとしても、体は大人になっても脳は子どものままということになってしまいます。そうなれば、本当にその先の人生というのにまで大きな影響を与えることになります。 WHO 世界保健機構では、飢餓の国、そこの子どもたちの脳を守るプロジェクトをしています。それは、脳の発達に必要なのは必須アミノ酸というものなんですが、それは例えば卵であるとか牛乳であるとか肉であるとか、そういうものなのですが、こういう本当に飢餓のところに肉、卵、牛乳が届くでしょうか。届くわけがないんですよね。そんな時でも子どもの脳を守る唯一の方法があるということで、今始めているのが豆プロジェクトです。で、豆というのは、これは大豆、日本では大豆とよく思われますが、大豆だけに限らず、小豆であってもレンズ豆であってもひよこ豆であっても金時豆であっても何でも構わないわけですね。とにかく豆の中に含まれている必須アミノ酸を途切れず子どもの脳に与えるということが、とても大切なことになってくるんです。だから日本には、古くからあんこであるとか、それからきな粉であるとか、非常に、それから小豆のあんこなんか、これなんかは最高の、子どもたちの脳の栄養になり、かつ動く力にもなるという、そういう両方が兼ね備えてられているのが、和菓子とかのもので、きな粉とかそういうものなんですよね。だから、たくまざる栄養を日本人は子どもたちにずっと与えてきたということが言えると思います。ということで、その WHO ではどうするか。例えば飢餓の国で食べ物が届かない、本来だったら100食べないといけないと、100の食べ物がいるところが50しか食べ物が届かないとします。けれども、この50のうちの 10% から 20% を豆に置き換えると、子どもの脳は発達するということなんですね。ということは、今大切なのは、本当に飢餓の状態、そして非常に日常生活が困難な状態になった時にこそ、子どもたちの脳を守る意識を持っておかなければ、後で後悔しても後悔しきれないことになってしまいます。ということで、私は今子どもたちに対して、豆製品を入れたもの、そしてカルシウムであるミネラルを入れたものを、子どもたちにとって防災おやつという名前で
とっさの時に全ての命を守るだけではなくて、子どもたちの未来を守るお菓子を作っていただきたいということでお願いしました。一言で豆といっても日本の人たちはまあ大体大豆を主に思い浮かべるかと思うのですが、日本以外のところでも随分たくさんの豆が食べられています。例えばレンズ豆であるとか、ひよこ豆であるとか、キドニービーンズであるとか、ブラックビーンズであるとか、いろんなものがあるんですね。特に日本の中でもう昔から食べられているのは、そうですね、小豆があり、大豆があり、そしてこのインゲン豆、これなんかもそうですね。だからね、黒花、いろいろ白花であろうと何であろうと、要は豆というものであったら何でも構わないんですね。全てのものがその中に子どもの脳を発達させるものを持っている、必須アミノ酸を含んでいるというのが一番大切なことなんです。ライフラインが途絶えた時に何が起こるか、それは清潔が守れないということなんですね。手を洗う水もない、そして清潔にするための煮沸をするものもないという状態であれば、ここで食中毒が起こっても本当に何いつ起こるかもわからないという非常に危険な状態にあるということです。清潔が保てない状況になるんですね。でもその清潔が保てない時、何が一番怖いかというと、そこで例えば食中毒を起こす、お腹痛を起こす、お腹の調子が悪くなるということがあったとしても、それを助ける病院自体がもう機能していないんですね。となってきたら、そこで下痢を起こして脱水症状になれば、もうそれで病院で手当てをしてもらえなかったら死んでしまいます。だから本当に清潔は命の危機と神一重のところにあるわけですね。でもそれが実際には守れない状況が来ています。特に人間の手というのは本当にこの中にこう本当に1センチのところにたくさんの菌がついてるんですね、うん、これは普段は手をきれいに石鹸で洗って洗い流して清潔にすることができますが、普段これが全く洗えないとなった時には一番の菌が移りやすいのが素手ということですね。ということは、いろいろなものを食べるときにお箸で食べずに素手で触って食べると、それは菌が非常に移りやすい危険な状態になるということです。そのために私はこのおやつがとにかく素手で全く触らずにちゃんと簡単に開けられて素手で触ることなく食べることができるというこの条件を満たさないと、せっかくちゃんと作って子どものためにって言っていながら、そのパッケージの部分でそこで菌が移ってしまえば子どもたちの命も危なくなります。ということで、本当にその災害の時こそ今まで以上に衛生的であり、それから内容的にもその時に必要なものが含まれているというのが、これが防災おやつの一番の特徴です。最近ではノロウイルスとかいろいろな、まあ、本当に非常に怖い菌、ちゃんとした清潔な状況を作らないとそれが拡散してしまうという事件がいろいろと起こっています。それがその大きな災害のところで起こったらどうなるでしょう。それを考えると、いかにして衛生的なパッケージ、一人一人のところから菌が移らないようなパッケージを作るということは、これはその条件を一番満たさなければいけない防災おやつの特徴ではあると思います。今回このパッケージを考えるにあたって、若い人たちの新しい知恵をいただけないかなというふうに思っています。というのは、ちょうど社会人とそれから子どもとのその一番真ん中のところにいる皆さんだからこそ、子どもよりの発想もできるであろうしということで、ぜひ子どもたちが開けやすいこのパッケージを作るということが、そして清潔にできるこのパッケージができたら、これはいろいろなところでも応用ができます。例えば飛行機の機内食なんかがありますね。機内で配られるものにもしも菌が付着して、そしてそこで食中毒が起きたらどうなるでしょう。この閉鎖空間の中でお医者さんもいない中で起きたら大変なことになりますよね。ということは、皆さん方がちゃんと開けられる、そして衛生的に食べられるそのパッケージを作るということは、本当に国際的な大きな仕事としても使われるということなんですよね。
大きな災害が起きたところ、そして閉鎖空間になったところ、どうしてもこう置いておかなければいけないところなどでちゃんと使っていただくためには、そのものだけではなくって、それを生かすパッケージというものが必要になってきます。それをどうぞ皆さんの若い力で考えていただけたらいいかな。